皆さんこんにちは、谷正樹ゴルフアカデミーの、池田です。今回は、この左足上がりの傾斜ですね。ゴルフ場に行ったら傾斜っていうのは、ほとんど、河川敷もあんまないと思うんですけど、通常のゴルフ場であればどこでもあると思いますので、皆さんがちょっと密になりやすい傾斜のショットを、今回はご紹介していきたいと思います。まず傾斜で考えないといけないことは、一つは足場が当然悪いです。ですから平らなショットと違ってビョンと思いっきり振るっていうのはなかなか厳しく、ミスショットがやっぱ出やすいです。なので、一つコンパクトに打つっていうことが、傾斜からの成功する一つポイントです。ですからコンパクトに振る分はやっぱり、距離が落ちますので、通常の打っている番手ですね、私でしたら大体7番で155ヤードぐらい打つんですけれども、そのロケーションの場合は、それを6番とか一つ番手を大きくして、コンパクトに振るということが、まず、一つの考えになりますので、一つ傾斜からの考えとしてはコンパクトにミート率を上げるっていうのが一つポイントです。はい、で、今度は振り方ですね。こちらの方をご紹介していきます。まずはこのグリップですね。やっぱコンパクトに振るので、意識としては長く持ってしまうとフルスイングの意識が出てきますので、多少指1本分ぐらいはちょっと短くしていくと、まずいいかなと思います。はい、で、そして次は構えなんですけれども、構えはできるだけ、この傾斜に自分の体を合わせると。ベルトのライン、そして肩のラインを、この傾斜にですね、沿わせてあげる。これがアドレスの時のポイントです。そして傾斜地バランス悪いですから、このスタンスですね、これは通常のアドレスの状態よりは、少し広げてあげます。ちょっとイメージとしてはフェアウェイウッドぐらいをイメージするといいと思います。そして、まず構えがこちらで完成ですね。そしたらスイングですね。こちらは、こちらも安定性、ミート率上げていきますので、普段と違って大振りするというよりかはコンパクトに振っていきましょう。ですからイメージとしてはこの腕の位置が、拳ですねが肩横、そしてフォロースルーも少し3クォーター4分の3ぐらいの意識を持っていただくと、いいと思います。はい、それではですね、一回じゃあ模範で、一回打ってみましょう。で、全体流れでいきます。まずは、番手ですね。これを一つ番手を大きくしていきます。そして、構えですね。通常の、アドレスよりかは若干少しスタンスを広げて、ワイドスタンスですねしていくと。で、その時に重心がやっぱり外側に行きやすいですから、右足の、くるぶしですね、内側にちょっと重心少し残してあげるとブレがちょっと減っていきますので、構えていく。で、スイングは、コンパクトを意識していきます。はい、ということで、今回は左足上がりの打ち方をご紹介していきますので、ぜひコースでこういうロケーションがありましたら、ぜひ試していただければと思います。